結局、今、我々がその国際的な立場に置かれて、そしてさまざまなその民族とか国とお付き合いしなきゃならないのに、まず一番その困ることは言葉の問題と文字の問題でありまして、実際に日本語ほど他で通用しない言葉はないんですね。それからあるいはその、漢字を書きましてもですね、中国でも今漢字が日本とだいぶ違ってきている。まあ、そういうことでもう本当に我々が国際交流をしたくても英語を逆に勉強しなきゃならない。ところが日本人の英語というのは全くこれはもう L という発音ができないだけに、本当にこれはもう外国人に通用しにくいんですね。でそういう立場であって、映像という方式はもう唯一外国人に日本人の気持ちを伝えてくれるメディアじゃないかなっていう気がするわけです。現在アメリカとかヨーロッパに日本から随分観光客が行っておりましてね、観光客が向こうで盛んに漫画の本を落としていくんです。落としていくっていうのは捨てていくっていうんですかね。つまり日本人のカップルとか子供たちが飛行機の中でなんか少年なんとかっていう漫画の本を読んでましてね、そして読み終わってしまって、フランスとかあるいはアメリカとかカナダとかいろんなところでもうポイッと紙図鑑に捨てていく。それをそのアメリカ人なりフランス人がこう拾い上げましてね、パラパラっと見る。そうすると漫画の本である。こんな厚くてですね、毎回びっしり漫画書いてある。こんなのはその外国にはないんですね。面白そうじゃないかっていうんで見る。しかし日本語である。しかし日本の漫画というのは非常に根節丁寧に絵が描いてありますからですね、いちいち字を読まなくても大体意味がわかるんですね。それでアメリカ人なりフランス人が一生懸命日本の漫画を読んでいるうちにですね、何と書いてあるのか調べたいと言って、そして簡単な例えばギャとかウとかアとかドガンとかっていう言葉をですね、まず覚えるんです。漫画の本から日本語を勉強し始めて、やっと自分の名前も日本語で書けるようになったフランス人、随分私知っております。そのくらい映像っていうのは、漫画っていうのはなんか影のところで案外こう国際交流に役に立っている問題になります。これはもう手前味噌になりますけど、そういう時にね、そういう時に私一番困るのは日本人の持っている感覚、国際感覚、あるいはその日本人自体の持っている感覚がいかにそういう外国の人たちと相反しているか、あるいは異種的なものであるかということだと思うんですね。でこれは私なんかも外国へ行くたびにですね、あ、こんなことをしてはまずかったな、こういうふうに言ってはまずかったなということが本当にあって、失敗談続きであります。もう本当に日本人はもう随分向こうへ行って、もう外国慣れしてしまって、もう外国人と通貨で生活できると思っていてもですね、そこにもう絶対に越えられない日本人の壁みたいなのがあって、あるところまで来ると外国人は、あ、やっぱりこの男は日本人、この人は日本人なんだなと思って諦めてしまうという壁があるんですね。それは何かというと、日本人が長い間の鎖国時代に培ってきた日本人独特の心情といいますか、その日本人らしさだと思うんです。ぬかみそくささとかいろんな言葉で表現されてますけど、あるところまで来るとどうしてもそのお互いに溶け込まない。本当にしょっちゅうもうアメリカ人とかヨーロッパ人と付き合って、もう白人なら白人らしく振る舞っていてもですね、ちょっと日本人同士があって話し出すと、がぜん日本人に戻ってしまう。これは国際人と言えないんですね。国際人のふりをしている日本人なわけですよ。じゃあそこでその話し合えるテーマは何かと、それを我々考えなきゃならないんですけど、それこそですね、国際問題であり人類共通の話題だと思うんです。で日本人が外国へ行って話すことはまず日本人の話題です。日本ではどうだとかね、あるいは日本人の出版団、自分たちの会社はどうだとか、割と身近な我々だけが面白がっている話題を外国人に話す。すると外国人はある程度面白がってもですね、それはもしかしたら非常につまりなんていうんですかね、エキゾチズムで面白がってるのかもわからないんですね。しかしあるところまで来ると、なんだか日本人の言ってることよくわからんと、あれで日本人面白いんだろうかというふうに結まずいてしまう。しかし話しててですね、どん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 話がエスカレーションして、向こうも体を乗り出し、そして我々も乗り出して話し合えるテーマっていうのがあるはずなんです。でそのテーマはね、結局人類全体が抱えている大きなテーマ、それは生きるか死ぬかということ、あるいは平和か戦争かということ、そして宇宙の中の地球ということ、
そういったテーマだと思うんです。もちろんこれは非常に対極的な高邁なテーマであって、それをもろに出してですね、喋り合うというのは哲学者かあるいは学者だと思うんです。一般の人たちがそんな話をしだしたらみんな恐れなして逃げてしまうわけですね。しかしそういうテーマから波及したさまざまな出来事というのがあると思います。また身近な話もそれにつながっていくと思うんですよね。でそういうテーマを話すことによって、例えばそこにちょっぴり薬味を聞かせるとかユーモアを聞かせるとですね、あ、この日本人案外俺たちに分かることを話す、非常にユーモラスな話せる男だということを分かってくれるんですね。それが我々の身近なこと、会社の同僚の話とか、あるいは自分の失敗談とか、あるいはなんか自分の恋人の話、自分の家庭の話なんかをいかにも面白そうに話しても、それはやはり我々が中近東の人たちの生活を見てよく分からないのと同じで、どこの人たちも、これがアフリカの人たちだろうがエスキモの人たちだろうが、なんか日本人ともう一つそこに壁があって馴染めない。で我々はその今から10年ぐらい前、その、ハイブリッドということを言葉を盛んに言いました。つまり外国の文化も、それからもうどこの文化もみんな日本化してしまって、もう混然と一つのものにしてしまって、そして我々はその中で生活するんだということで、大阪の万博あたりまではですね、もうとにかくもうアメリカの文化、ヨーロッパの文化を、あるいはそのアジアの文化をどん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 取り入れては、ジャパニゼーション、日本化していったわけですね。しかし最近はアメリカの文化ならアメリカの文化、日本、ヨーロッパの文化なら文化、アフリカの文化、アフリカの文化をそのまま尊重しながら、日本の文化とそこに接触する。それによってお互いにその文化の交流、人間同士の交流をやると。つまりインターフェースの文化ですね。それがその、最近のその文化の傾向になっている。で我々は日本人でありながら国際人としてその外国人とその話し合うには、どうしても共通の話題というものがそこになければならない。そして他のところは日本人であり、アメリカ人、ヨーロッパ人、黒人であっていいんですね。何もそちらに溶け込んで俺はアメリカ人と同じだぞと考えることはないんで、日本人で、立派に日本人で通用する人間でありながら考えていることは国際的に通用する国際人である、話題の持ち主であるということが大事じゃないかと思います。そういう意味で私は努めて、これ意識的に今まで40年間なるべく国際的な話題とか、あるいは世界的にこれは共通して人類がこれから心配していかなきゃならない問題だなというものを好んで書いてきたつもりなんです。したがって見る人が見ますと、手塚の漫画っていうのはちっともその日本人臭さがない。だから何か知らないけど無性格的で、何かマネキン的で無国籍的だと、俺は嫌いだよという人もいるんですね。私も確かにそう思います。自分で見ててもう本当にこれはもう招き人形だなと思うような人間も描きますし、なんだか目が大きくて目の中に星がある人間も描くし、もう本当にそういう意味ではもう種雑多な、しかし日本人じゃないようなものを描いてるんですけど、それは外国人にそれを見せてちょっとでも分かってほしいと、分かってもらったところが我々のコミュニケーションのきっかけであって、そのきっかけから大きな共通の話題みたいなものを我々は模索したいと思って、こういう漫画を描いてるわけです。昔と言いますと、今から100年ぐらい前にチャイコフスキーが、あれはまだ帝政ロシアの末期でありまして、ロシア人というとヨーロッパ人から比べると本当に2段も3段も低劣な民族と思われておりましてね、ロシアのクマかなんていう何ていうか陰口をもうしょっちゅう叩かれてた時代に、他の例えば5人組の音楽、ムソルグスキーとか、あるいはグリンカとかですね、さまざまな民族的なロシアの作曲家と相反するように西欧的な音楽を書き続けていて、そして自分から進んで、自分は非常にその内気で、ろくにタクトも触れないのに自分の作曲したものを持って海外へ行って、ヨーロッパのあちこちの街で演奏して回った。ところがそれを聞いてて、それまでロシア人というのは全然話のわからない、もうどうもなんか作曲家が来たけどあれはロシアの民族音楽みたいなのを聞かせるだろうと思ったら、案外これは我々にも分かる音楽じゃないかということで非常に歓迎をしてくれて、フランス人とかあるいはイギリス人とかアメリカ人までがそのチャイコフスキーの音楽をパーッとこうなんか広めてくれた。そしてオーケストラなんかの前へそのチャイコフスキーが立ちましてね、タクトを振りますと、みんなニコニコしてそのチャイコフスキーを迎えてくれたという話を私聞いて、これはいい話だなと思ったのは、チャイコフスキーは別に無国籍的じゃないと思うんですよね。そういうことで少なくともロシア人の心の中に持っているその国際的な感覚を彼らに合わせて、そして国際的な話題をそこにばらまいたということで、
そういう点では非常にやっぱり、偉い人間だと思ってるわけです。日本人の国際感覚というのはそういうふうに一方的に日本人がバタ臭くなるんではなくて、日本人は日本人でありながら国際感覚を別個に持って、それは共通した人類の話題としてですね、話し合っていきたいもんだと私は考える次第でございます。どうもありがとうございました。